築地市場の再整備の試案を示した東京都の市場問題プロジェクトチームの小島敏郎座長が来月9日、都議会の特別委員会に参考人招致されることが決まりました。小島敏郎座長らは8日、総工費およそ734億円とする築地市場改修の試案を提示しました。この案に対し自民党は、コストばかりに目が向き、市場の役割が軽視されているなどと指摘し、公明党も根拠がわからないとして、小島座長を参考人として招致することを求めていました。昨日、特別委員会は、来月9日に小島座長を参考人として呼ぶことを全会一致で決めました。試案で示された総工費の根拠などについて、本人から説明を求めることにしています。